小池様は国際貢献賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。小池様へと水問題の根幹をなすグローバルの水循環変動を解明するための基礎研究から社会実装にわたるさまざまな国際貢献活動を30年以上にわたり実施されていて、皮切りに JICA などの数々の国際協力プロジェクトを担っております。また土木学会賞だけでなく海外政府機関からの賞も数多く受賞されているとのことで、これまでのプロジェクトについてのお話、現職でのお話、そして次世代の日本を担う若手技術者へのメッセージをいただけたらというふうに考えております。まずご経歴からお話しいただいてもよろしいでしょうか。私は専門は水の循環の研究をしておりまして、特に雪の研究をしてたんですね。雪が、日本の水資源の中でよく分かっていなかったので、それを、ちゃんと定量的に、観測し予測するという研究をしてたんですが、それをやるには人工衛星で地球全体を見ないといけないという、その地球全体を見る手段が人工衛星だったわけですが、その研究に携われさせていただく一方、その雪を通じてですね、日本にあるいはアジアに非常に大きなその雨をもたらす、これは洪水も引き起こしますし、足りなければ渇水になるわけですが、そういうその水の循環の一つのホットエリアがチベット高原だったんですね。で、私は土木工学の水分野でありましたけども、気象学、気候学 の、 皆さんと一緒にチベット高原で水の循環の観測実験をしたわけです。そういう現象が日本 の、 梅雨の活動であると、梅雨 の、 雨の活動であるとか、アジア全体 の、 その水に関係しているというのが本当にこう解明されてきたのは1990年代から2000年代初めなんですけども、そういうところで、ある一定の成果を上げたんですね。それは良かったのは日中韓の研究者が80名ですね、チベット高原4500メートルから700メートルのところへ上がって共同観測実験をやったんです。これが1990年で終わりだったんですが、そういうところでこう観測実験を、世界的にも成功しておりましたので、そういう枠組みを世界中に広げるべきだということで、プロジェクトを提案したんですね。世界気候研究計画という研究気候学の研究分野 の、大きなプログラムがあるんですが、そこで、そういう水の循環を、ある期間決めてみんなでせーので、測りましょうということを提案をしたわけです。それには人工衛星、先ほど言いました人工衛星もありますし、現場の観測もありますし、それから良かったのはですね、世界の11の気象機関、日本の気象庁も含めてですけども、参加していただいて、世界全体の、いわゆる GCM 大気大循環モデルのその期間中の出力を全部統合化するというプロジェクトであったんですね。それで世界全体の水循環の観測を実験研究やって、いろんな研究成果をどんどん上げておりましたら、ちょうど、もうタイミングなんですけども、水だけじゃなくて地球全体の観測を各国政府協力して進めようということを、政治家の皆さんが進められまして、1回目ワシントンでそのサミットをやったんですね。これは大成功で、2回目を実は、日本がホストして東京で、やりました。これが2004年なんですけど、でその時に40カ国ぐらいがその時集まってたんですが、当時リードをしておりましたアメリカと欧州委員会ですね、とすると南アフリカが、日本がリードしてました。そこから1人ずつ専門家が出て、その10年の実施計画を作るということになったわけです。で、私はその1名に、日本からのメンバーに、
選ばれまして、まあ、世界で4人の専門家が集まりまして10年実施計画を書いたんです。で、まあ、で大変でしたけども書きまして、あのこれで2000その翌年、まあ、それあの東京でサミットがありました2004年の4月でしたので、そこで、まあ、閣僚宣言をされたわけですが、そこから10ヶ月、まあ、怒涛の10ヶ月でしたけども、あの2005年の2月に今度はあのブリュッセルで、サミットを開催されまして、その戦略計画を合意されまして、ジオというグループ・オン・アース・オブ・ザ・ベーションという、国際組織ができました。2025年までの計画、10年間の計画文書をもう書かなきゃいけなかったわけですが、あの最初の時は誰もいなかったので、まあ、4人って書いたわけですけども、もうあの次はあのちゃんともうあの、いろんな組織化ができております、事務局もできておりますので、今度はあの執筆の委員会ができまして、20人ぐらいの、まあ、各国から専門家が集まって委員会で議論しながら、あの、まあ、2回目の10年実施計画を今それが実行されてるんですが、私は なぜかその2回目も今度は共同議長としてあの選ばれまして、あのそれをまとめるという作業に当たらせていただきました。まあ、そういうようなことでですね、まあ、こういうような気候と水、それから地球観測というところであのいろんなあの活動をさせていただきまして、まあ、ちょうどその時期がIPCC の第4次評価報告っていうのは、これ2007年に出てるんですけども、その時期とも重なっておりまして、IPCC の第4次評価報告 の, あの、まあ、科学的なエビデンスを求めるというのはワーキンググループ1の作業部会1 の, あの、まあ、ミッションですけども、ワーキンググループ1、2のメンバーのレビューエディターというところで取りまとめをする役割を仰せ使いまして、あのまとめました。で、第一作業部会の報告書は2007年の2月に、出来上がったんですが、その秋にあの IPCC はノーベル平和賞をいただきまして、あの見えますかね、これノーベル平和賞です。あのでそれへ貢献したという賞状なんですけども、私がノーベル平和賞をもらったわけじゃないんですが、IPC ノーベル平和賞をいただきまして、まあ、あのそういうことであるとか、あの、まあ、ジオも非常に大きな組織になって、あのいろんな活動をしておりまして、あのジオ の, その個人優秀賞というのを昨年いただいたと、大変あの恵まれたところで、こう研究をさせていただいております。もう一つ加えるとですね、まあ、こういうことを社会に実装するということで、どんなあのことがあるかと思っておりましたら、あのチベット高原の観測が、まあ、もちろんこれはアジア全体の雨の予測に非常に大きな影響を与えるわけですが、中国政府がですね、あの豪雨洪水の予測精度を上げたいので、まあ私どもが研究した研究をもとに、まあ、豪雨予測精度を上げるプロジェクトを提案しまして、まあ、そこであの観測ネットワークを作り、まあ、あの予測システムを作り、そしてそれを中国国家気象局の中で走らせていただいて、あのスレッドスコアっていうんですけども、まあ、豪雨が降るか降らないかをこう当てる一つの指標なんですが、それがぐんと上がったんですね。あのそれをあの JICA のプロジェクトを、まあ、あの JICA の中でも大変評価をされまして、まあ、そういうことで、まあ、JICA、その後、まあ、アジア開発銀行、世界銀行とですね、いろいろな国際プロジェクトを、まあ、科学的な側面から、まあ、担わせていただいたというようなことでございます。まあ、今申し上げましたように、私が頑張ってやったというよりは、たまたまこういろんな出会いあの場面に僕は置いていただくことができて、それがこうずっとつながって、まあこういう今回のような大変名誉ある賞をいただいたと思っております。以上が私の経験でございます。プロジェクトを進めるっていうのがなんかすごい大変そうと思ったのですが、どういった苦労が、先ほどちょっと言いました、
全球あのチベット観測をする、そして全球の水循環観測をするという段階ですけども、あのチベット観測はあの計画を立てたのは1991年で、まあ、実際に集中観測をしたのは1998年なんですけども、まああの今から20年以上の前の中国でございますので、今とはこう全然違うわけです。まあそういう中で中国の研究者の皆さん、それから韓国の皆さんも来たんですけども、日中間でこう、まあ、共同研究を、しかもチベット高原という、まあ、非常にまあ大変な環境の中でやるわけで、私が一番心配したのは、その皆さんが無事観測を終えて帰ることですね。まあ、あの、まあ、研究ってのはその後からついてくるもんだということで、でそこで、まあ、苦労したというよりは、皆さんにあの、まあ、あの参加していただいたあの、まあ、研究者の皆さんにお願いしたのは、あのキャッチフレーズを作ったんですね。安全でなきゃいけないと、とにかく。あの非常に厳しい環境の中で酸素半分しかありませんの で、そういう中で研究をやるわけですから安全でなければいけないと。だけどもう、まあ、やっぱり文化もいろんな習慣も違いますので、やっぱりみんなで仲良くやらなきゃいけないと。でそうやってると成功は後からついてくるんだというんで、あのセーフティーとフレンドシップとサクセスというのを SFS というんですけども、これをね、あのみんなであのキャッチフレーズで朝会った時には SFS でやろうねとか言ってですね、まあ、そういう環境づくりというのが、まあ、苦労したというよりは、まあ、そういうことをやって、本当にあの80名の研究者が入れ替わり、高原の上で観測研究をするというものを、まあ、無事終了できたというのは大変良かったと思います。苦労はですね、それでもう全球の水循環こう観測計、これあのセオップという頭文字を取ってセオップというんですけども、これを国際舞台で提案したんですが、袋叩きに合うんですね。あのいや、あの水循環の研究グループからはもちろんあの大いにこう賛同を得て、みんなでガーッと盛り上げていただいたんですが、まあ、他の気候研究ですね、海洋学とかですね、いろんなグループからですね、まあ、要するに、まあ、特にアメリカのファンディングは競争ですから、その水の研究がこうガッとこう上がるとですね、他の研究分野の予算が減るわけなんですよね。なのでまあ出るたび出るたびにですね、ここまで言うかというようなまあ、批判を浴びました。でただまあそれでもう、まあ、こうまあ仲間はおりましたので、まあ、何度かやっていたわけですが、先ほどちょっと言いましたように、NASA のトップがある会議で、これはあの今 JAXA ですが、当時 NASA だと言ってました、その JAXA の方から、小池さんそんだけ苦労してるのはちょっとこの宇宙機関が集まる機会にあの場があったらそこで発表したらどうだって言われて、私誘ってくださったんです。で発表したらですね、すごく大きな会議だったんですが、 NASA のトップの方がおられまして、スクッと立ち上がってですね、これは面白いとか、こういう研究を世界が協力してしないといけないんだって一言おっしゃったんですよ。それで世の中全部変わりまして、まあ、NASA のトップが言ったということは NASA のファンディングが全部そっちで動くということですから、こう皆さんが本当に協力される、あの協力してくださる環境ができました。まあ、それがあの先ほど言いましたように、あの地球観測の政府幹部会というジオというもののところまで行ったわけですね。だから、まあ、苦労っていうと、まあ、その提案してからこうそこまでは4年ぐらいありましたけど、その間はまあ叩かれ続けたということでしょうかね。まあそれぐらいですよ。SFS、 そのキャッチフレーズっていうところとか、誰かと仕事をしていく上で大切にしていることって何かございますか？やっぱり自分が面白いっていうことですね。あの自分が面白くないとやっぱりやれないですよね。あのセオピやってた時もこれ面白いと思っ
って、こうやっておりまして、これその時こう地球全体の水循環のデータをこう衛星も数値モデルも全部合わせるとですね、当時はあの天文学的数字だったんですよね。で、まあまあチャレンジもちょっと どの過ぎたチャレンジ、そんなことできるのかと思ったんですが、当時あの、まあ、今もそうですけど、この IT のデータの分野の世界トップで、今あの国立情報学研究所所長の吉出川雅先生とでございますにちょっと話したらですね、面白いと言ってですね一緒にこうやってくださったんですね。あのやっぱり自分が面白いっていうのは、まあ、伝播していくもんで、あのこういう面白いっていうのが、まあ、ないとちょっとやっぱりあのやってられない場合もありますよねそれが大事です。それは間違いないなと思います。それからあの、まあ、あの特に、JICA の案件の研究を、まあ、研究というかプロジェクトをやらせていただいているとですね、やっぱりこう、こんなにも価値観が違うのかという驚きがあります。あのいろんな側面でこう出てくるんですが、あの国ごとにですね、でもそれがまた面白いですよねこんなにも考え方が違うので、ある国ではみんなで協力しましょうっていう、俺たちは土地を出してるって言われたんですねあなたの国でしょうと思うんですけども土地を出して協力してるっていう、あ、そうか、そういう考え方もあるんだと思ってあの驚きましたが、あのまあですから、その本当に価値観が違うということを感じつつ、まあ、それが、まあ、またそれがまあ面白いなと思いつつですね、結局違っていても、この時間を立てながらプロジェクトを進めながらこうやってると、なんかこう共通の意識が生まれてくるんですよね。やっぱりこうなんか人間はこうなりたいとかこうしたいというものはやっぱり共通的なその場はあるんだと思うんです。それはあの国によっても違いますし、もちろんあの時代によっても違うんだと思いますが、そういうものがその共有できるこう段階というのがこうあのあります。僕はありました。なのでこれは本当にあの大事にしたいなというふうに思っております。あのこの2つでしょうか。先ほど一番最初にあのおっしゃった知床高原での、はい、研究長、これを思い立ったきっかけいやだからね、僕あんまりそう言われるとね恥ずかしいんですけども、思い立ったきっかけなんて大層なもんじゃ全然ないんです。私あの雪の研究で、あの山へ登ってこういろんな観測をしてたんですね、はい、でそれは土木の分野でこう、まあ、やってたわけですが、気象学の先生がそれをご覧になっておられて、東大に変な学生がおるとなんか富士山に毎週登って雪を観測してるとかね、そんなんがおるっていうんで、あの一度名古屋に、まあ、当時は水研研究所と言っておりましたが、今天地水研研究所と言いますが、あの氷河の研究グループが今、まあ、大きなグループがいて、樋口先生という方が当時おられたんですが、ちょっと あの東大いうあの変な学生をちょっと呼んでこいということで、僕名古屋に呼ばれたんです。でなんかあの名古屋コーチンをなんかいただきながらですね、今度チベット行かないとか言われて、えチベット行けるんですかと言って、で連れて行っていただいたのが1991年の、まあ、8月の終わりから9月なんですね。それが最初のチベットなんですが、その時、まあ、チベットっていうのは私が想像したのは2つでして、まあ、氷河があると、まあ、それを研究するので氷河があると、もう一つはですね、やっぱりユーラシア大陸のど真ん中で標高も高いのですごく乾燥してると思ってたんですね。砂漠のようなところに氷河があるというイメージが私がチベットへ行く前まで持ってたところです、ものです。ところがですね、4700メートルのところから5000メートルの峠を越えようとしたらですね、もう雄大な積乱雲がボコボコ立ってるんです。これはもう恐ろしいぐらいの積乱雲がですね、であのこれ熱帯で見るようなこう背の高いのじゃなくて、地表が5000メートルですから、あの対流圏のトップって1万メートルですから、これ寸胴型なんですけどね、寸胴型の積乱雲がドカーンドカーンドカーンと立って、え
こんなに水循環が激しいのっていうのが驚きでした。こんなこれだけこう水が循環すると猛烈なエネルギーが大気に放出されてるんだと、そう大気もしかも体重圏の上半分ですから、ね、なかなか温まんないところのはずなのに、ってこれは大気の大循環を変える大きなエネルギー源なんだなということをまあ、肌で感じたわけです。その時ちょうど当時 UCLA におられて柳井先生って元は東大の地物を出た方ですけど UCLA の先生がされていて、 UCLA のその柳井先生が書かれたチベット高原の論文というのが出たんです。これは実はチベット高原というのは世界中の気候に大きな影響を与えているんだという論文ですね。あ、これはすごいと思って読んでると、どんどん日本の梅雨前線にものすごく影響を与えてるんじゃない、アジア全体の水資源にものすごく影響を与えてるんじゃないということが分かって、まあ、それからこう進むきっかけになったわけですが、発端は雪山に登ってたっていうだけの話です。今後やりたいそのプロジェクトであったりとか、なんか目標であったり、そういったものございますか？まあ、水の循環に関しましては、今私は東大からこの土木研究所のアイチャームというこうユネスコのセンターに移らせていただきまして、まあ、東大時代にはとてもできなかったですね、国際的な協力を、まあ、ぐんぐん進めさせていただく場に置かせていただいております。本当にありがたいと思っておりまして、まあ、国連とか国連そのものであるとか、国連の機関であるとか、それからメンバー国ですね、メンバーステートがこの枠組みの中で本当にこう協力できる、まあ、場に置かせていただいて、この、まあ、渇水とか洪水に関わるいろいろなことが人の命を守ったり財産を守ったりすることにこう貢献できる科学技術をこう社会に実装し、まあ、そういうものをさらに進める人を育てるという、役割を今やらせていただいておりまして、大変ありがたいと思います。その中でやっぱりやらなくてはいけないのは、こう水のいろいろなこう循環が引き起こすいろいろなイベントと、それ以外のこう社会自然の関わりをなんとかこうつなぐような科学的な知見の、まあ、場をですね、ぜひ作らないといけないなというふうに思っています。そうでないと、まあ、その洪水政策をあるいは渇水対策をこう進めるにも、実はこれをやるとジェンダー問題これだけ改善するんですよとか、平和にこれだけ貢献できますよって、まあ、そういうものはそういう社会的なものと、これだけ国が豊かになりますよというようなものをお示ししないとですね、社会にどれだけの恩恵があるという、こう、まあ、政策を決める方々はそういうところを全部こう見ながらある政策を決めていくわけですので、こうその水というのはある意味そういう意味では全部に関わってますので、そこをきちっとこう、まあ、見える化できるような、定量化までは難しくてもですね、見える化できるような科学技術をしっかり作って、まあ、その今の私どもがやっていることにそれに乗せていきたいという思いがございます。私は本当に恵まれた場面場面に置いていただいたということで本当に感謝しております。そんなに恵まれた人はそういないと思います、本当に。でも一つや二つは誰しもそういうチャンス、そういう可能性は終わりではないかと思います。で、そういうのってパッと見たとき、あるいは忙しいときにそんなことを言えたってなかなかできないとかね、いうことは当然あるんですけども、そういう場面がこうあって、自分にこう興味がないわけではないときは、どうぞ積極的に関わっていただくと良いのではないかなと思います。鍵っていうのは、ぜひ機会があったときに、まあ、やってみようかなというふうに思って見られたらいかがかなと思います。
もちろん物にならないものもありますけども、私の場合はそれが自分自身を作っていただいたというふうに思っておりますので、そういう体験をぜひしていただければと思います。